ございます。おはようございます。まあ次から次へといろんなことが起きますね。そうですね、次から次ですね。でこの加計学園問題、山本地方創生担当大臣認定が決まる2ヶ月前に日本獣医師会に四国に設けます、加計で決まったと、このように伝えた。本人今から否定してるんですけど。そうですね、こうやって昔のことがポロ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 出てきて、結局、やっぱり怪しかったんだなっていうふうになるっていうのはとっても良くないですね。ですよね、まあ、だからこの山本さんの人間性にまでね、なんだよ、信用できないじゃないかってことになっちゃいますよね、みんな。それは信用できないってなりますよ、これは。なりますよね。どうしても。で、総理はしっかり説明責任をするって言ってんだけど、はい、どう説明するんでしょうね、こんなに出てきちゃって。それはね、淡々と説明して、とにかく自分が指示したっていうわけでもないとかですね。うん、なるほど。だからまあ、ある意味、その、忖度した、まあ山本さんもそうですし、そういった周りの人が、結果的に今は悪人になるっていうか、うん、そちらの方がおかしいっていうふうに、まあ、結局なると思うんですね。なるほど。で、まあ、とにかく今回決まったわけですよ、24日衆議院、25日参議院ということで、はい、でそれを、まあ、一応安倍総理のリーダーシップっていうか、俺やるよっていう形でなったっていうのはこれはいいことだと思ってるんですけどね。逆にね、これも、まあ、周りの忖度もあって逃げたっていうような結果になったら、これ偉いことでしたからね。ですよね。でもそれをやろうとしたんですよね。国対委員長とか、竹下さんとか、はいはい、それから、菅官房長官も、はいはい、そんなのやめろっていうようなことだったんですけども、はい、これは全くちょっと、見間違えてますよね、この状況を。やっとこれで元に戻ったっていうか、これ本当にね、逆にこれが開かれないようなことに結果的になったとしたら、これはダメージものすごいですよ、政権に対して。そして